M18 発煙手榴弾の外観と断面図 M18 から発生している緑色の煙アン M18、M18 発煙手榴弾は地対地、地対空の信号用、目標、着陸地帯の指示用、あるいは部隊演習用にアメリカ軍によって使用される発煙手榴弾である。アン M18 ではなく M18 と表記される。第二次世界大戦中の M15 を代替し、 より長時間かつ鮮やかに煙を発生させる。ベトナムでは緑色の煙が蜂の群れを追い払うことが発見された。オリーブドラブの本体に灰色の帯が塗装されている。上部は赤、緑、黄、紫に塗装され煙の色を示している。煙の色は本体側面にも記載されている。第二次世界大戦中の M18 では灰色の本体に 黄色の帯が塗装され、上部に煙の色が記載されていた。重量は5 3 8ム。射程は平均的な兵士なら35メートル程度。内部には3 2 6ムの発煙剤が入っている。赤、緑、黄、紫が使用できる。次元装置として M201A1 点火装置を持つ。これはネズミ取り型で。 1.2秒から2.0秒、作動を遅延させて発煙剤に点火し、煙を発生させる。安全装置はない。投擲されると上部に4つ、下部に1つある煙放出口から50秒から90秒、色のついた煙が放出される。白色のアン M8 や M18 は、乾燥地帯で使用すると火災を発生させることがある。使用後の発煙手榴弾の外角は厚いため、 すでで触れてはならない。現在、長時間にわたって吸引しても無害な新しい煙を開発中である。密閉された空間では煙が酸素を奪うため窒息の危険性がある。ありがとうございます。